はい、ということで、引き続きですね、中西俊博さんにお話を伺っていきたいと思います。結構興味深い質問があったので、怖いな、なんかそう、あの完全にぶっつけで質問をさせていただくので、もう完全アドリブ回答ということで、はい、頑張ります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これはあのバイオリニストからの質問なんですけど、中西さんあの、まあ、レコーディングとかあの多くこれまでも経験されたと思うんですけども、あのレコーディングの時に OK テイクにするところ時と、うん、まあ、NG テイク、これはまあちょっと使わないなっていうところと、その OK テイクと NG テイクの境目ってどう考えてますか？なるほどね。それまずね、自分のアルバムか人のアルバムか、あとまあ商業音楽かそうじゃないかでも結構変わってくるんだけど、あとディレクターとかプロデューサーとの、まあ、こだわるところがどこかっていうのも、まあ、いろいろ会話しながら、まあ、それにもちょっとよるけど、うん、難しいね、それ一個一個違うっちゃ違う、あ、まあ、状況によってだいぶ違う。そうね、うん、自分のアルバムだとしたら、はい、予算に関係するかな。なるほど、なるほど。あと、まあ、やっぱり大事なのがみんなのモチベーションもやっぱり気になるから、うん、モチベーションが下がってきちゃうとやっぱりこう良くないので、あ、一緒にやってるメンバーとの、そうそうそう、うん、で、まあ、自分が揃い入れしてるとしてもエンジニアとか、まあ、みんながもう結構疲れてきちゃうようだったらやっぱり、うん、まあ、でも自分のレコーディングだったら、じゃあこれは今調子悪いから下にするからとかっていうこともできるから、うん、まあ、あれですけど、メンバーでやってる時にはやっぱりメンバーのモチベーションはかなり気にするかな。なるほど、なるほど。結構やっぱり、まあ、自分の演奏の内容もまあ大事だけど、その全体で一緒にやってる、まあ、チームの雰囲気もしっかり把握しておくってことが大事。そうね。まあ、あとそのやっぱりどうしてもこのテイクは残したくないっていうのがあったら、うん、やっぱりそれはやり直したりするけど、うん、まあちょっとこれそれはこうですってなかなか言いづらいね。まあ、あと今はこう後で直すこともできたりいろいろするから、うん、まあ、ただ登録で、他の人の音が同時にこう入っちゃうような部屋でこう一緒にやってる場合はね、直せないけどね、うん、例えば技術的なちょっと、まあ、例えば音がかすれたりとか、うん、若干ミストーン的なそのアドリブの中でがあったとして、うんうん、もうやっぱりそれでもその OK になる時と NG になる時ってやっぱり分かれますか？うん、まあ、それはあるかな。うん、ミス自体はあんまり気にしないんだけども、うん、それが何か音楽を壊していることになるとすると、まあ、ちょっと気にするかな。ただその別に自分が思った音が出なかったっていうのはもう年中まああるんだけど、うん、思った音が出なかったっていうのは客観的に聞いて成立してれば、まあ、それはその人のレコーディングで自分がディレクションする時もそうだけど、うん、まあ、これ彼が思った音じゃないんだろうけど、でもこれはこれですごくいいじゃんって思ったらそうに言うけど、まあ、自分に関してもそういうふうにするようにしてるけど、まあ、でもなかなか難しいね。うん、自分の思ったことが出てないっていうことは聞く方にとってあんまり重要じゃなかったりするんだけど、うん、でも自分の思ったことが出なかったっていうことに対してクソッっていう気持ちやっぱりなるからね。うん、でもできるだけ、まあ、音楽を壊してなければ OK にするようにするけど、まあ、あとピッチとかね、もうバイオリニストはねピッチがずれて気持ちが なってると、うん、なかなかそこはシビアよ、ちょっとね。あ、なるほど。うん、やっぱりじゃあレコーディングの中でそこが一番まあシビアなところっていう感じですかね、レコーディングするときにバイオリニストが気にしないピッチを。あ、でもそう、いや、それはちょっと違うかな。うん、まあ、ピッチはまあ気になることあるけど一番気にすることではないかもしれない。うん、あとリズムね、もういろんなことがあるよね。まあ、そうですね。うん、昔は今ってレコーディングって本当にみんな短い時間でやるけど、うん、昔僕が CD 作った頃って予算がさすごい2000万とかあったりしたんだよ、1枚2000万。そうで、だから海外行って撮ったり、例えばスタジオを借りて1時間、うん、何万円も払ってリハーサルスタジオ、オーケストラ集めてリハーサルしちゃったり、そういうこともしてたりして、今では考えられないけどね。うん、
で僕はあの自分のこれ話がどんどんちょっといいどうぞ自分のアルバムで、うん、あの初めて自分がアレンジオーケストラのアレンジとかしたんで、まあ、勉強あのシナトラとかケニー・ランキーとかのレコードを買ってもうすり減るのを聞いて、うん、でこうコピーしたりして勉強したんだけど、それでオーケストラ書いて、やっぱりなかなか思うようにならないんだけど最初はね、うん、でもそれで自分が指揮しながらオーケストラをこうリハーサルしながら、うん、それで本番までにこうまた書き直したりして本番に臨むみたいな、うん、まあ本当に恵まれてたけども、それで随分勉強になったけど、そうね、昔予算があったから、うん、まあ、どこに予算を使うかなんだけど、例えばレコーディングを日にちをもっと伸ばして、うん、オーケストラとか使わない限り日にちを伸ばして、うん、あのテイクをたくさん取るっていうことを、まあ、やろうと思えばできるし、なるほど、うん、自分の揃えを後にするとか、まあ、いろんなやり方が、仮で一緒にやっといて後で自分が揃える本ちゃん入れるとかってやり方もできるし、まあ、予算があるとまあそれなりにまあ自由にはできるけど、まあ、だけど予算があるからって言ってやったことが音楽をこう勢いがなくなることもあるから、うん、まあ、よく言うけどあのワンテイク目は良かったねっていう、それはね僕もね感じるんでね、失敗はあるけど、うん、あのすごく音楽してる、だんだん失敗を踏まえて計算するようになるとやっぱりこう音楽が小さくなるっていうのは確かにあるから、まあ、そこよしあしだね、予算があるからこう、うん、それうまく使おうとかって言っても、うん、瞬発力ってすごいそれはそれで ね大事ですよね。であのこの質問者の方の、はい、まあ、あのもう一つ の, その、まあ、悩みではないんですけど、自分の音が OK か NG かをちょっと決められないと、うん、なのでどういう ところがあの良ければいいのかなっていう話の、まあ、さっき の, あの質問だったんですよね。でもそれ信頼できる誰かと一緒にやるっていうのはがいいんじゃないかな、うん、あの感性とかこだわるとかのも割とこう共有できる人にディレクションしてもらって、うん、でその人の意見をすごくこう聞きながらやるっていうのはとても勉強になるじゃないか。そうすると、まあ、ディレクションする人はまあOK か OK じゃないかってことをこう出すから、まあ、自分と違うところもあるし同じときもあるかもしれないけど、違うときはなんで違うんだろうとかってことを話すのもいいと思うし、うんうん、そうするとそのさじ加減っていうのが勉強できるんじゃないかな。第三者の意見を聞きながら自分をその客観的に見る、そういうところを養っていくっていうことですよ ね。あとはその演奏したときその場で OK 出さないで1日経ってから聞いてみる、うん、それでどうだったか、ちょっと演奏した直後と結構違うことあるから ね、 そうですね、少し寝かせてからっていうのね、もっと言えば例えば1週間経ってからいろんな音楽を聴いて、うん、また自分のプッと聴いた時に違う印象を持ったりするし、それを演奏した直後にできるようにだんだんなってくるのかね。なるほど、うん、やっぱりなんか日をまたぐともう全然違う聞こえ方になったりとか不思議としますしね。演奏した後は自分があそこ失敗したかなとか思ってるし、うんうん、やっぱりそこだけ耳がこんな大きくなって聞いちゃったりするから、それを一度こうフラットにする意味でもね、うん、で例えば僕その、まあ、ちょっと話飛ぶけど、うん、TD しててバランスとかバイオリンの音色はこれでいいかとか、うん、そういうのを分かんなくなりそうな時には外に出て外の自然の音を聞く。街中の音でもいいし、このそよ風の音でもいいし、そういうのを普通に聞いたりして、まあ、あと歩いてるとなんか流れてくる音でもいいし、うん、そういうのをいろいろ聞いたり、もちろん CD 聞くのもいいかもしれないけど、まあ、自然の音を聞いて一度耳をフラットにして、でもう一回戻って聞くと、あ、バイオリンの音色これだとちょっと細いなとか、意外とあとベースと のこのなんか兼ね合いとかがちょっといまいちだなとか意外と分かったりするっていうのはね。これはすごく参考になりますね。やっぱりそのね、ずっとスタジオとかにこもっちゃうとね、どうしてもそういうもう耳ももちろん疲れてくるっていうのもありますよね。はい、ということで今回はそのレコーディングに、際しての OK NG テイクの境について、中西さんにお伺いしました。どうもありがとうございました。何かねプラスになってるといいですけどね。ぜひぜひご参考にしてください。どうもありがとう。ありがとうございました。
Thank you.